これが転がって決まった。ふわっとして小前ワンタッチで荒野決めた決めた。今日2点目。これが転がって決まった。あと2試合連続、相手のミスを見逃しませんでした。アラノが抜けてくる、中にはチャナティップ、ヒールで落として、そのチャナティップにふわっとして小前ワンタッチでアラノ決めた決めた。今日2点目。ワンタッチをつないでつないでアラノ。後半の3分札幌追いつきました。